せーの、ハッピーバレンタイン。ひらめだよー。かまちだぼー。はい、というわけで、まあ、バレンタイン。バレンタインヌスだね。そうですね、バレンタインヌス。バレンタインヌスです。はい。バレンタインだと思うんですけど。まあ、じゃあバレンタインとして。そう。振る舞おうかと思いますけれども。ちょっと僕喋っていいですか。はい、どうぞどうぞ。はい、やっぱ2月もね中旬になって疲れてきたんじゃないかなと思うんで、すごいお疲れハマチハマチさんがお疲れマッチハウマッチハマッチ、なんかこんな疲れてるとさ、なんかなんていうのこう糖分欲しくなるよねなんだろうな、なんなんだろう糖分って、代表的な糖分といえば砂糖ですかね。まあ、でもね、僕はその疲れてる2月もね中旬になって、君が疲れてるんじゃないかなと思うから、ハマチもね、今日も癒されてもらえたらなと思って、ハマチの言いたいこと全部ひらめくんが言ってくれた綿棒をね、うん、しようかなと思って、はいはいはい、そう来たんだけど、うんうん、いいですか僕綿棒。あ、いいよ綿棒やって。はい、じゃあよいしょ。あ、いいね。違う、なんか高級って書いてあるもんね、綿棒。え、嘘。書いてない、ね、ちょっとそんなさ、探さなきゃわかんない、音声だけだったらわかんないことなのに、ひらめくんたら真面目なんだからそっか、ねえって言えばよかったんですね、うん、そういや最高級のつってそうですね、解雇の眉を漢字熟語の綿棒しか書いてない綿棒ですね、これね。するね。いくよ。じゃあまずは周りを。よいしょ。おお。何何。間違いますね。やっぱね。2月14日の綿棒はまた違いますね。どうかな、違うかな。気合の入り方が違いますよね。気合、いやもう僕はいつも通りね。癒されてほしいな。なんでだろうな、なんでこんな一生懸命なんだろう。癒されてほしいという気持ちに溢れてるからですよ。なるほど、うん、そうか、うん、いやでもいい手際。なんだろうね、こうハマチの耳もさ、なんかホットホットになってくね。てだろうな。やっぱ2月10ちょっと浜地さん、はいはい、癒しに対して、なんだろう、その欲がうごめきすぎてるいや別に欲なんか動いてないよ。本当に、うん、今日という日に、ちょっと待って、とりあえず浜地目長がやっていい、もう今ちょっと、欲がうごめきすぎてたんで、一旦ちょっともうちょっと僕に癒しをね、癒しをさせる時間ちょっと欲しいなって。なるほどなるほど、うん、いいかないいかな、どうぞ。よかったよかったね、ちょっと今黙らせたから黙ってなかったね、癒した大丈夫これから大丈夫だよ、リラックスしてね。じゃあ浜松さん、よかったよこれね、そうそう、ヘッドホンしながらじゃない、だからね、やってくれてるのは浜松もやられてる感覚で ね、うんうん、聞けてるから。いやでもよかった、今回は結構ね黙らすことに成功したと思うんで。じゃあ綿棒、いや果たして今だけの気もしますけどね、うん、今だけはご期待に沿ってね、ひらめくんの黙ってるだけですけど、いや癒してあげてください浜松。今日はまあ、いつも本気なんですけど特に真面目に癒します、やった。じゃあ
耳の穴の中ではなく、それ以外の耳の部分かつ内側。そうですね、分かりづらいですけど、まあ分かるでしょう。どうですかね。いいですね。でもね、優しい方がでもやっぱりみんないいのかな、これは。あ、でもなんかそれも結構人によるみたいで、もっと強くしてほしいって人もいれば、あの優しくの方がいいって人もいて。じゃあちょっとだけ強くやるからね、あの強いのが苦手な方は一旦ヘッドを外していただいてあの浜地そういう風にね気の使える魚なんでいきますよ。あと3秒後に強くいきます。3、2、1。うわでもすごいいいかも。すごいすごい、めちゃめちゃかっこいいさかっこいいよ。そんなかったです。早めに出していこうと思ってね。あ、そっか、今回はそうそう、だったね。今日は特別な日だからね。あ、特別な日。あ、なんだろう、頭の周りがちょっと良くないな。なんだろうな、ここあ、糖分そうか、そう、糖分補給した。すごい、今日遠回しですね。遠回し、そうだね。なんでそんな遠回しに。おう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 。どうこうやってね。お、なんかヒラメ君が綿棒取り出したよ、これ。強いのもでもいいんですけど、あの強いのばっかりだとやっぱちょっと疲れちゃうと思ったんで、僕一旦優しく。そうなんだ、そうやって浜地にばっかりそういう汚れ役を。いやいや、よかったと思いますよ、強かったの、全然汚れ役じゃなかったですけど、なんて言うんですか、なんカレーの違う、あの柔らかいのと硬いのと、その強弱、メリハリ、メリハリ、柔らかいこと、なんつってメリハリ、メリハリ。出てこなくて言葉が、音読み訓読み、そうだね、そう、軟式公式とねあるから、ちょっとなんでいくね、はい、あー、いいじゃない、ゆったりね。あー、いいよ、大したことだソフト、ちょっとあの、ちょっと待って一定時間経ったらポーンって言葉出す機会みたいになってますけど、間が怖いのいいんです、いいんですよ。ゆったりとした時間を作るのもリラックスみたい大事なんで、確かに、その、ま、むしろ間を目をつぶって楽しんでいただくぐらいのね、そういう感じで。じゃあ大丈夫ですか。目つぶって楽しみます。そうですね、はいはい、はい、じゃあ行くよ。流してくれてよかったんだ。そう、ごめんなさい。ごめんね、僕の宗教が足りない。そうそう、集中してちゃんと。すいません。よし、ちょっとだけ強くするね。おお。いいじゃない。
さっき言うたな。さっき言うたな。間を言うたな。間が怖いんですわ。なんで？あのち。間が怖いね。そっか、じゃあ、一緒にやります。そうそう、そういう提案。うん、だから、ただ目をつぶって黙ってろってどうかと思う。やります、やるね。すいません。じゃあ、町もやるよ。一緒にね。ちょっと待ってね。その炭鉱で働く人みたいな。炭鉱で働いたことあるのか。いや、ないですけど。なんだそのイメージは。僕の中で今、うん、あのトンネルの中で、うん、つるはしもってカンカンカンつって。いや、もうちょっとなんかリラックス、リラックスできる感じで、うん、ごめんね。ごめんね。じゃあリラックスできる感じで。うん、手つき激しいなと思って。激しい、本当にハマチ優しいよ。優しいと思うんですけど、ハマチの浜までは、あの優しさでできています。チームはちょっと激しさで。あ、そう、そうそうそう。じゃあ2対1の割合なんです。そうなんですよ。いい塩梅でしょ。あとは糖分でできてますね。なんだろうな。癒されてもらえたような本当に気がしますよ。あ、よかったよかった、うん、じゃあ癒されてるよね。癒されてるよね。2回も聞くとなんか強要してる感じすごいですけど。そしたらマッサージしましょうか。まだ寒いので、ね、耳温めるような感じでやっていこう。はい、よいしょ。ついに本心喋っちゃった。そこでゴールにたどり着くんですね。いつかと思ったら。どうしよう、ハマチ、恥ずかしげもなく恥じたない。ハマチ、自分の気持ち言っちゃった。どうしよう、そうですね、疲れちゃった、一番そこが素直に言ってたらよかった気がしますけどね。うん、甘いと言ったらで一旦ボタモチ経由する理由もよく分かんなかったですし、ハマチもね、で言いながらドキ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 どこに着地するんだろうって思って言ってたの。一旦強風吹いてどっか行きましたからね。そうそうそう、パラシュートがね。そうなんですよ。無事帰って参りました。そうですね、よかったです。よかったです。あの、じゃあまあチョコの下りはね、置いといて。置いといて。そうだね。はい。気持ちよくなってもらえたら嬉しいなと思うんだけど。嬉しいなとね。うん。もう本当ね、寒い日が。あ、そういえば。何？前回、
の立ち位置が右側だったんですよ。あ、いつもね、そう、左ひらめにね、うん、右ハマチで。でもなんか、やらせてもらってますちゃんと聞いてもらえてるんだなと思ってちょっと嬉しくて。嬉しいですよ、ね、今回ちゃんと左ひらめでね、うん、右ハマチで、はい、お届けさせていただきました。ちょこっとねはい、というわけで、聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。またね。